氷を食べ過ぎた男の末路。これはリングー。俺はゴングー。氷を食べるのが大好きで、飲み物に入っている氷すらも残さず全て食べている。アイスコーヒーを飲んだ後の氷は格別うめえな。これを食べるためにアイスコーヒーを飲んでるって言っても過言じゃないぜ。俺は2日に1度スーパーのロックアイスを全て食べきるほど氷が大好きで、もう何年も氷を食べ続けている。しかし最近体には異変が起き始めていた。なんかフラフラするな。頭も痛いし、まあ薬飲んだら治るだろう。俺は体調が悪くなっても氷を食べ続けた。しかし胸が苦しい。ここは病院。先生、僕はどうなったんですか？ゴングさん、あなたは氷床症により体内を巡る血液中の酸素濃度が低下したため失神していました。なるほど。過度な氷床症は脳や筋肉の酸素も不足するため心臓がうまく機能せず狭心症や心不全になる場合もありますので注意してください。ちなみに氷床症は鉄分不足が主な原因なのでサプリで摂取してくださいね。はい、ありがとうございました。そうして俺の氷食症は毎日鉄分サプリを摂取したことにより1週間も経たないうちに完治した。